どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、生放送で結構ね何度か話させていただいてたんですけども、今回はですね、楽天モバイルのアンリミットのサービスが開始されましたんで、こちらをね解説、やっていきたいと思います。簡単に言うとですね、こちら端末がね割引で購入することができますんで、結構ね個人的には結構おすすめなんですよね。ちょっと一つずつね解説させていただきますので、ちょっとねお付き合いいただければなと思います。そもそもねこの楽天モバイルのアンリミットのこのサービスなんですけども、出た当初ですね、私のチャンネルではですね解説動画作んなかったんですよね。というのもお得っていう意味ではちょっとどうなんだろうっていう感じだったんですよね。もちろん契約期間の縛りがなかったりとか、端末に SIM ロックがついてなかったり、1年間無料で、データ通信がね、この楽天エリアだったら、無制限で、楽天エリアを離れると、au の回線になってね月2ギガまで利用できる。その後は通信制限かかったりとかするんですけども、電話がこの楽天リンクっていうね、LINE みたいなもんですよね。それ同士だったら無料でかけ放題っていうところで、いいところもたくさんあるんですけども、実際にこの楽天のエリアっていうのをね、見ていただければわかると思うんですけども、かなりね限定的ということで、神奈川でも、結構ね対象外のところがあったりとかするわけなんですよね。で、エリア外は、パートナーエリアで先ほど言った通り au の回線を使って月2ギガまで利用できる。あとね海外も2ギガまで利用できるっていうことで、海外が入ってるとすごいことだと思うんですけども、2ギガっていうことなんで、結構厳しい部分ですよね。2ギガって月で2ギガですからね。ですんで普通にフルでね携帯使っている人からすると、月2ギガっていうのね、私的にそこは結構ネックだったんですよね。どうだろうなっていう感じだったんですよね。で、電話に関しても、楽天リンクっていう、アプリ同士のみ、無料っていう感じで、っていうところだったんですけども、楽天モバイルのこのアンリミットっていうこのサービスは、1年間無料っていうことだったんで、どっちかというと、サブ端末、メインの端末を、自分でスマホ持っていて、サブ端末、ちょっと欲しいなっていう方、向けかなっていう感じで、チャンネルで動画出さなかったんですよね。ですけども、この発表があったのが結構前だったんですけども、それからね2週間後ぐらいにですね、端末割引特典っていうのをね入れたんですよね。これ急に入ってきたんですけども、これが入ってきたことによって、結構変わってきたなと思いまして、もともとこの楽天のアンリミットっていうのは契約すると、事務手数料ってかかりますよね。3300円、かかるんですけども、こちらがまず、現金で支払った分が、ポイントバックっていう感じでポイントで戻ってくるっていう感じになって、で契約特典ということで3000ポイントっていう風になります。で、今はですね、この楽天モバイルのアンリミット、契約してる方からの紹介で、入会すると、さらにね、2000ポイント、もらえる、キャンペーン始まりましたんで、この動画見て、ちょっと使いたいって方がいらっしゃいましたら、紹介コード入れるだけでね、2000ポイントもらえますんで、もし気になるって方はですね、概要欄の、URL ちょっと見ていただけたらなと思います。で、事務手数料、実質無料、実質無料ですね。で、契約特典で3000ポイントがもらえて、でさらに、この端末導入購入プランにすると、最大でね1万4500ポイントがねもらえるんですよね。ですんで、これ簡単に言うと実質端末が安く買えるっていう感じになるんですよね。私が買ったのはこのオッポレの A128MB っていう、こちら出しておきますけども、こちらを購入したんですけども、こちらの場合だと、35,273円、支払って、9500円分のポイントが、後からね、戻ってくるっていう感じですね。でプラス事務手数料代の3300円分のポイントが、総勢で戻ってきて、契約特典で3000ポイントが戻ってくるっていう感じで、結構ポイントが戻ってきますよね。で、この
端末なんですけども、デュアルシムっていう、まあ、SIM が2枚入る、ね、やつで、まあ、利用できたりとか、まあ、お財布携帯がね、まあ、対応してて、しかも 128GB っていうことでね、こちらを購入したんですけども、まあ、これでも、端末購入のね対して、まあ、ポイントがもらえるということで、先ほど言った通りね、端末がまあ実質安く買えるっていう感じで、1年間こちら無料なんですよね。うん、無料。最初に事務手数料等々はかかりますけども、まあ、それ以外のね部分に関してはまあデータ通信無料ですんで、まあ、電話ですよね。電話を普通の電話とかかけちゃうと、もちろん有料でお金かかるんですけども、まあ、あの楽天のね、その楽天リンクで使っている部分に関してはまあお金がかからないということですんで、まあ、データ通信だけ使って電話全く使わないっていう利用の仕方をしておけば、まあ、1年間ね丸々無料でまあ利用できるわけなんですよね。なのにこのポイントバックは受けられるっていうことで、まあ、すごいですよね。ですね、この端末に関しては、まあ、1年間サブという感じでね、まあ、利用して、まあ、気に入らなければ解約で、まあ、端末が残るっていう感じですよね。もし、この楽天モバイル自体がですね、まあ、あんまり利用使えねえなっていう感じでしたら、もしこれまあ Android の方なだけになってしまうんですけども、この買ったね、端末にまあ今使っている携帯の SIM をね入れ替えて、使って、もともと使ってた端末にこの楽天の SIM を入れてね、まあ、そっちをサブ機にしちゃうみたいなね、まあ、そんな利用の仕方もできますし、まあ、もう一つはですね、まあ端末が安く買えてるっていうことでね、まあご想像にお任せしますけども、まあそういう手もあるっていう感じなんですよね。でですね、4月のこちら8日からサービスが始まって、サービス利用開始になったと同時に、さらに発表がね、あったんですよね。これが何かっていうと、まあ先ほどのパートナーエリア、まあ私がね、一番ネックだなと思ってた、この楽天エリアから離れてしまった場合の、au の回線の月2ギガっていう制限がありますよね。まあ、これがね本当にネックだなと思ってたんですよ。これが2ギガから5ギガに上がったんですよね。ですね、これサービス対象になった瞬間にこのパートナーエリアがですね2ギガから5ギガまで上がったんですよね。まあ、これはね4月の8日に発表されて、まあ、実際利用できるのは4月の22日からなんですけども、まあ、あと2週間後ぐらいですよね。だからこれ楽天エリアに属してれば、まあ、データ通信使い放題ですよね。まあ、それ以外のところでも月5ギガまで au の回線がずっと使えるっていうことになるんですよね。しかも、まあ、こちら5ギガまで行きますよね。5ギガまで、まあ、そうすると基本的に通信制限っていう感じになりますよね。ですけどもこの通信制限後も 1Mbps で使い放題っていう感じで、この 1Mbps って言われてもまあ分かんないですよね、うん、でこの 1Mbps で何ができるかっていうと、これ YouTube ありますよね。 YouTube の画質の低い状態にするとこの 1Mbps で YouTube って見れちゃうんですよっていうことなんで、まあ、動画がまあ見れるぐらいのスピードを誇るってことなんですよね。これすごくないですか？まあ、私も Y モバイルを使っていて通信制限をね食らったことがまああるんですけども、本当に通信制限食らうと本当にどうしようもないぐらいにスマホって使えないじゃないですか。本当に何ていうんですか、もうウェブページも開けないぐらいになりますよね。っていうのが、まあ、これならないんですよね。まあ、もちろんねちょっと詳細のページを見ると、まあ、時間帯によってねちょっと混み合い時間帯ってあるじゃないですか、まあ、お昼とか夜とかね、まあ、時間帯1時間ぐらいの時間帯のね制限はあったんですけども、そこだけちょっと下がりますよみたいなアナウンスあったんですけども、まあ、基本は、まあ、この 1Mbps がね、保たれるっていうことで、これねすごいことだと思うんですよね。うん、だって通信制限なのかっていう感じですよね。だって普通通信制限かかってて YouTube 見れるってよくわかんないじゃないですかっていう感じなんで、通信制限が来てもね、まあ、かなり使い物になるっていうのがねこの楽天モバイル、これねすごいねいいところだと思うんですよね。でもう一つね発表があったのが eSIM って呼ばれているものがですね、まあ、eSIM っていうのは、まあ、物理 SIM と、まあ、eSIM って分かれてるんですけども、この eSIM の場合 iPhone にも対応しましたっていう感じでホームページにね記載が載ったんですよね。
これ乗ったんですけども動作保証はしてくれないんですよね。ですのでまあどうしてもね、iPhone で使いたいっていう方はですね、今のところまだね、利用するっていうのはねちょっと難しいかなっていう感じはするんですけども、まあ、使えなくはないっていう感じなんですよね。まあ、動作保証はしてないですけども、まあ、自己責任で使うのはいいですよみたいな、そんな感じなんですよね。まあ、これもまあいずれね対応していくと思うんですけども、今現時点ではまあ使えないっていう感じになってるんですよね。いかがだったでしょうか。今回は、楽天のねアンリミット紹介させていただきました。いや通信制限がかかってもですね YouTube が見れるぐらいのスピードを誇るこの楽天モバイルの、スマホ、個人的にはすごいなって思いました。一つの会社はね、まあ、こういう感じで始めてくれると、まあ、ちょっと他の会社もね波及してね変わる可能性がねかなりあると思いますんで、今後ね楽しみだなっていうふうにね思いますね。もしねスマホ端末を、安くね、購入されたいっていう方はですねかなりおすすめとなっておりますんで、一つね検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。